どうも、フィッシャーシグです。モトキザコナホ。穴を掘りましょう。穴掘りアミューズパーク足立さんに今来ております。やばー、はい、釣りしたりスポーツしたりしてるんですけど、今日は穴掘りをします。幻の鍵を探し出してお宝ゲット、ワクワク宝石探し広場、お宝探しゲームになっております。鍵は探したいけど本当に出ないらしいから、目当ての宝石をとりあえず探しましょう。いいね、よく聞くやついっぱいあるもんね。なんかシトリンとか可愛いよね、名前が。アベンチュリン可愛くね。アベンチュリンアベンチュリン誕生石とかあるよね。うん、あーね、なんかそういう系を見つけてもいいかもね。うん、宝石を一人一個は掘り出しましょう。はい、ちょっとじゃあ一回お手本してみますね。うん、スコップとシャベル、これで。え、ちょっと待って待って待って、シャベル、ちょ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 、バカすぎる。じゃあスコップとバケツ、砂を踏みますか。見して。適当にね、まあ多分ないですけど、ここちょっとこういう風にガーッと取りますと。お、すごい。飲むの？持ってくる。飲まない。幅そう、水を落としてふるいにかけると。そう、ないですね。まあ、みたいな感じですよ。今、説明ですから。あ、そうなんや。いきなり出したら困るでしょ。まあ、説明で出されたら確かにちょっとなえるわ。でしょ？小川みたいになってるところ、ここのどっかに宝石があると。で、ここだけじゃなくてですね、まあ、砂場っぽいここにもあると。かなり広いです。お、すごいね。これ。もうこの建物のこの隅が全部、さっきの小川みたいになってて、真ん中にあの砂利があるので、もうどこから拾っていくかっていうのも結構大事だね。ね、もう鍵取れる？取れる。穴掘り経験は？ちょっとこんなとこから探せってことでしょ。鍵こっから探せってことでしょ。そう、幻の鍵だぜ。ダイヤカットクリアストーンを探し出そうだって。こういうのもあるみたい。こちらですね。ん、あった？こちらじゃないですか。え、なんで今見つけんの？いや、だって嘘でしょ、嘘でしょ。え、だって嘘つけないじゃん、見つけちゃったんだろ。なにダイヤカットクリアストーン。あったー。掘り出すことなく見つけたよ。ダイヤカットクリアストーンゲットです。宝石カラーインクペンをプレゼント。お前やっちゃいけないことしたわ。なんでだよ。今気使ってそういう時は、あ、見つけたと思ったら隠してよ、シュシュって。いや、遅いし、なんか落とさなかった今。大丈夫、落としたな。やっぱスコップとシャベル落とした。あんたさ、なんでそっちを隠蔽しようとしたの？まあ、幻の鍵を目指して頑張りましょう。スタート。おー、はい、結構取れました。だいぶ取ったな。3人頑張っております。意外となかったかもしれない。ザリガニ逃げた？逃げてないよ。君のとこ煙幕すごくない？こんななる？いや、下から来てきた。あの、ザカオの昔のさ、あのメンバーの名前なんだけどさ、今やってること同じなんよね。小豆洗いみたいな。シャカシャカシャカ。わかんねんだよ、宝石。わかんない。明らかになんか違うやつがある。テカってるよ。あ、でもすごい、みんな輝いてるよ。お前、担任の先生か、お前。元木どうは、調子いい？調子いいよ。なんかこれそうじゃないの？え、これ、えー、そうじゃないの？これ多分アメジストじゃない？そうだね。マジで？こっちが水晶かな。イエロージャスパー。あー、なんかまあ濃いね。濃い。早くも3つを見つけた、元木くん。ずるずるずる。なんか出てきてよ。わっ、あ、これも水晶。これ水晶でしょ。お、やった、やった。うん、これさ、今の言い方よ。やった。今2人は見つけましたね。さあ、ザカオくんは。いや、洗うプロ。俺、あ、なんかぽいのあるね。取っとけば、それも。いや、洗うプロ、なんかそれっぽいやつを集めとけば、後でさ、確認すればいいし。上流から何か流れてきて、何も見えん。曇ってるね。お前やないか、やっぱ。あいつだな。すぐザリガニ逃げたようになる。マジ、何も見えん。もうチェックできないよ。もう、ところ構わず掘り尽くすから、ほんと。水晶またあったね。そう、4個を見つけた。あとで何か見てみよう。ね、ザコウくん、ナホくん、モトキくん、鍵を見つけましょう。鍵を、鍵を見つけるんだ、みんな。鍵あんのかね、本当に。近年、川の汚染が目立っている東京地区。川の上流から何やら。で、お前だな、絶対。川の汚染の原因は身長のしの字もない。
地下牢で働いて14年の人や。1ヶ月連続の労働だがこれでいい。めっちゃ社畜じゃん。頑張って探しております。いやないね。ちゃんと見てたんだ今まで。今見てたよ。すごいな。ないねーだろ、もういいよ。一人だけ板についてんだよな。結構多めに見つかってんだな。そう、ザカオさん、32歳。おー、すごい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 。なんでなんでなんで。ほら、おお、絶対そうでしょ、これ師匠じゃない。いいね、なんか綺麗だね。三角巣。三角巣、久々に聞いたほんで。本当にね、こんな時じゃないと使えませんからね。こんな時使わねえんだよ。鍵、本当になさそうだよね。鍵見つけてここで見つけたらヒーローだね。いや、マジ見つけた。ここの労働は彼に任せましょう。さらーり、さらーり、さらーり、さらーり。これこれいかんでしょうが。大人のガチ見ますか。無慈悲な採掘。可愛げとかないの。可愛げとかないの。でもね、こんだけやってもね。あっ、やったー、ダイヤまたゲットしたんだけど。おーすげー、まあ、今度今のは実力だね。ほら、こういうことよ。うん、今のはすごいわ。そろそろこっちもやっとくか。そうね、時間的に水がないから若干石がさ、多分曇って見えると思うから、ちょっと丁寧な作業になるかもね。結構そこも深いの。うん、じゃあ鍵見つけたら言ってくださいね。今日も労働頑張ってるかい。ここで見つけられなかったら誰かの養分、負け組だ。宝石はすごい見つけてんだね。宝石めっちゃ見つけてる。シューク松山圭一好き。うん、まあ、うん、好きだね。あの、L の役とかね、そうそうそう、やりましたよね。松山圭一のこと考えながら掘ってたら、うん、出ました。うん、何が。見てください。テテーン。え、せーやったー。マジか、マジで、マジで。あー、うわー、すげー。てか、そんなちっちゃいの。やばっ。やば、ちっちゃ。幻の鍵、ゲット、嘘やべー。お前、やばいな。すごー。とんでもねえや。すごー。いや、いや、マジで見つかると思ってなかった。え、ちっちゃいね。元木くん、幻の鍵見つけました。上がりね。絶対大きいはずだよねと思ってたら、ちっちゃかったね。うん、幻の鍵。思ったよりもちっちゃかったね。もう終わりでいい感も出ちゃってんだよね。あれだってマックスでしょ。そうだね。あれピークだ。あれ引き時きだと思うんだけど。残り3人でやりましょう。はい、はい、もし見つかったらその動画になります。はい、もし見つかんなかったらもうこっから超早送り。全部、もう全部。あ、終わった。これ全部パワーストーン。すごっ。パワーバカだもん。メーター振り切りました。お前という人間すげえぞ。なんだ。恋愛、金運、生命力、情熱、真実、希望、邪悪なものから身を守る保護力、快活さ、健康、幸運、人との出会い、努力を実らせる効果、過去との関わりが深く忘れていた記憶を呼び起こす、勝利を守られ創造性に富んでいて、知性を神秘的な魅力を持ち、忍耐力が高い、洞察力を強化され、集中力が高められ、調和、感情のバランスなどが伴い、心が研ぎ澄まされて、判断力が高く、ストレス解消をする働きを持ち、エネルギーを与えられている。最上級のパワーがあり、全ての活動が活性化されている。明るさ、勇気、希望、活力、自信、全てを持ち合わせ、結婚へ導く素晴らしい恋愛力を持ち、美しい閃光を放つ、独特な光を放ち、それらすべてを引き出す力を持ち、あなたは宇宙へとつながる。君はそういう人間だ。この世のすべてを手に入れたわ。石ドーピングだわね。動画見てくれてありがとう。セガンベリ、ツイッター、インスタ登録よろしくね。他にもいろいろやってるので、たびに確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの、あ。